けど、青の方が上なんです。負けだとこのチームで 1,2 なんですけど、ここが勝つと 1,2,3 で2とかってやるんですけど、青キングでチームで意外にねフィジカル勝負になると負けるっていう。シュート入んだよな。1対0。肩さんいたらどこに投げてるのかありますか。そうなの。ずっと続いてたんですか。コサル？コサル どこが続いてたの。肩さんか周りどっちが悪いのかって。治ってます。危ないと思って肘ついて横から落ちた。よくなかった。これ履いた？ロドリゴ。多分こっちの方が作りいいと思う。作りがいいっていうか、合う人多いと思う。これさ、戦術練習って毎回メンツで変わる感じですか？はい、集まったり。あ、そうですね。デスタキとか履いたことある？まあ、人数も毎回バラバラですし。J。まあ、常連さんが多いですけど、なんか入れ替わりで。あんまこだわってなかったんですけど。まだまだまだ。はい。やり始めでデスタックあった。安くなってるみたいな。あ、そうなんだ。ボール中基本低下で買わない。まあ、片押しで全然いいと思う。俺も片押し欲しかったんだけど、もうサイズが残ってなくて。最近さ、メーカーもさ、絞ってるから数を。クーナーがなんかなくなりました。実はね、地味にあるの。あるんですか。ただ、競技仕様にはなってないというか、その。ノンマーキングになった。ノンマーキングだけどカラーソールになってるから完全撤退したみたいな。あのファッション系に来ちゃったよ。デスポルチが一番しっくりきてずっと履いてるんですけど、まあいいよね。デスポルチ日本のメーカーなんで。デスポーチ入るとき捻挫しまくってた。あー、するらしいですね。ベタ足の人に向いてるから。ベタ足なんですよ、結構。で、ここが広いからなんか結構捻挫する人多い。あー、テーピングとかつけてるのバンテージとか、それが超良くなる。ここが広いらしいですね。多分アーチを上げてあげればもっと捻挫しなくなる。こうなってる足が今こうなってるわけじゃん。だからこのクッション性がないから。1対1。アシックスとかもそんな感じじゃないですか。結構薄くないですか。質が薄い。どういうこと。ソール2分経過。アシックスは疲れたんです。いや、履いてて。シックスはどうだろうね。今入ってるクッション材めちゃくちゃすごいけどね。最新のやつすげえ優秀だと思うけど、なんかその他の作りがあんまり。1対1ですよ。今1対1。ナイキが一番いいよ。ナイキナイキ合わないんですよ。あ、そう。まあそうだもんね。幅広く大高なんだけど、俺もう元々日本人の足だったけど、好きでナイキばっか履いてたら、成長期にナイキばっか履いてたらナイキの足になる。足が。あ、惜しい。だから足変だよ。小指と薬指だけすげえ短くて、コーナーであと1分。ここだけ長い。1対1。3本だ。
今日のプレーオフは3位決定戦なしです。スニーカーデカバキしてんの？勝たないと。いや普通のサイズ、普通のサイズでなんか合わせてるらしいですね。スニーカー屋さんがいいんだよ、日本人なし。ナイキ？ナイキエアマックスなんですけど。あ、そうなの。合わせらしいです。売れないといけない、人気なんだ。ナイキの日本のシェアって少ないらしい。1割か2割です。あとはニューバランスがめっちゃ多いですよ。やっぱいいんじゃない、ニューバランス疲れないしね。鬼塚大河とかどう？もういいんじゃない。うわ、マヒがパクられてパクられたの。